試合の結果をお知らせいたします。第1マット50kg級の試合は赤コーナー花咲徳栄高校斉藤亮也選手のテクニカル
試合の結果をお知らせいたします。第1マット 55kg 級の試合は赤コーナー花咲徳栄高校清水浩樹選手のテクニカルボール勝ちでした。試合の結果をお知らせいたします。第1マット 60kg 級の試合は赤コーナー花咲徳栄高等学校坂井美衣選手の安定勝ちでした。ただいまより第1マット 66kg 級赤コーナー花咲徳栄高等学校中村剛選手対青コーナー鹿屋中央高等学校竹之内岳選手の試合を行います。大丈夫、ガクガクガク、ごめんごめん、
我慢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 よしよしよし我慢我慢パパパパパあっあっよしよし大丈夫大丈夫
Thank you.
強気強気
体重に乗ってたから柴ちゃんの後輩出てるんですよ。おかげだ。っていうか、あ、桜庭今上野の千尋だと来て自身も来てるし、そこにもあいつら、俺らも出てくるね。ビビってるわけじゃないけどね。俺全然ビビってないけど、強け強け攻める攻めろ、思い切りいけ思い切りいけ、いけるいけるいいよいいよ、やった、助けてやめ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 Thank you.
催いたしました通り、第1マット学校対抗戦決勝戦